入園を希望される皆様、入園説明動画をご視聴いただきありがとうございます。それでは早速、一律認定こども園の入園に向けて、教育内容や今後の予定などを簡単に説明させていただきます。認定こども園は、簡単に言いますと、幼稚園と保育園所の機能を合わせ持つ施設で、幼稚園部分の利用、保育部分の利用については、それぞれ認定を受けていただくことになります。幼稚園部分のみの利用者は1号認定、保育部分の利用者は2号認定となります。認定こども園で大切にしていることをお伝えします。幼児期は、人間形成の基礎を培う大切な時期であり、一律認定こども園では、この時期に望ましい環境を整え、幼児の主体性を大切にしながら、個々に応じた援助をしていくことによって、豊かな心やたくましく生きる力の基礎を育んでいくことを大切にしています。そのため、保護者の方と連携を取りながら、一人一人の子どもに応じた保育と援助を行っていきたいと思いますので、ご協力をお願いします。次に1号認定の方と2号認定の方の利用時間についてですが、どちらも午前9時から午後2時までの教育時間は同じクラスで一緒に活動をします。2号認定の方は、保育標準時間認定の場合、午前7時半から午前9時までと、午後2時から午後6時半までの利用となります。保育短時間認定の場合は、午前8時半から午前9時までと、午後2時から午後4時半までの利用となります。また、延長保育を利用される場合は、午前7時からと午後7時までの利用も可能となります。2号認定の子どもは土曜日も保育が利用できます。1号認定の子どもは感染症等の流行に伴って学級閉鎖の措置を取らせていただくこともあります。2号認定の子どもの場合は教育時間としての提供はありませんが、お子さんが罹患していなければ保育時間として通常通りご利用は可能となります。次に入園資格と定員についてご説明します。入園資格については、茨城市内に居住していることが条件になります。2号認定の方は、茨城市内に居住していることに加え、保育園所の申し込みと同様に、保護者の就労等の要件を満たすことが必要となります。各催事には、定員が定められており、3歳児1クラスの定員は、1号認定、2号認定、合わせて25人、4、5歳児の1クラスの定員は35人となっています。4、5歳児に関しましては、進級する子どもたちの人数を差し引いての募集となります。募集人数は10月1日に確定となります。また、1号認定の方で、定員を超えての申し込みがあった場合は、それぞれの催事で抽選となりますが、2号認定の方につきましては、定員に空きがある場合は、保育所等利用調整指数により、保育を受ける必要性が高い子どもから入園の案内をさせていただきます。では、認定こども園の1日の流れをご説明します。幼稚園に来る時間は、それぞれが認定された時間となります。登園して身支度が終わると好きな遊びをする自由活動の時間です。午前10時半ごろにみんなで片付けをし、体操などをした後はクラスで活動をします。お昼に給食を食べ、休息をとった後は、再びクラス活動を行ったり、好きな遊びをしたりします。
午後1時半ごろに片付けて公園準備をします。保育部分を利用される方もその準備をし、預かり保育室に移動します。それぞれが認定された時間に保護者の方と一緒に帰ります。では登園・身支度について具体的にお話しします。2号認定の子どもは、朝保育を受ける部屋に行き、制服・制帽を脱いで決められた場所に置き、午前9時までは保育時間担当の先生や友達と一緒に過ごします。午前9時になると自分のクラスに移動し、その後は1号認定の子どもたちと同じ活動をします。1号認定の子どもは登園すると自分のクラスの部屋に入り、制服・制帽を脱いで決められた場所に置きます。制服は前ボタンになっており、着脱するたびに指先を使う練習になります。水筒、タオル、コップをカバンの中から出して、出席ノートにシールを貼ります。準備・身支度が終わったら、好きな遊びを始めます。身支度が終われば、自分がしたい遊びを選んで、友達や先生と遊びます。室内では、ままごとやブロック、粘土やお絵かきなど、戸外では、滑り台、ブランコ、鉄棒などの固定遊具や体育遊具、砂場などで遊びます。遊びは季節や子どもの成長に合わせて変わり、先生はそれにふさわしい遊び場の設定や準備を行っています。子どもにとって遊びは学びと言われ、自由活動を含む遊びを通して、学校教育につながる多くの経験を積み重ねていきます。遊んだ後はみんなで協力をして片付けをします。自分で出したり使ったりしたものはできるだけ自分で片付けられるように援助しています。片付けが終わったらみんなで体操をして手洗い、うがい、排泄をします。生活習慣が身につく大切な時間です。片付けの後はクラスの友達や先生と一緒に活動します。絵を描いたり、歌を歌ったり、制作や運動遊びなど、時期や発達段階を考慮して、さまざまな教育活動を行います。次に昼食についてお話しします。友達と一緒に楽しく昼食をとりながら、徐々に正しい食事のマナーが身につくように、丁寧に指導していきます。給食の開始は、5歳児は進級後すぐ、3、4歳児は園生活に慣れ始めた頃の開始を予定しています。詳しくは2月に行う予定の健康診断の時にお知らせします。給食提供においてアレルギーや先天性疾患などで配慮が必要な場合は、個別面談をさせていただくとともに、医師の証明等を提出していただく必要があります。給食につきましては、後日プリントを配布し、詳しくお伝えさせていただきます。給食を食べた後は、室内で休息をとり、その後クラス活動や自由活動をします。公演時間近くになると制服を着て、朝カバンから出したものや園からの配布物をカバンに入れて帰る用意をします。教育時間のみ利用の保護者の方は、公演時間の5分から10分前にはお迎えに来ていただき、担任からその日の保育の様子や連絡事項等を聞いていただいた後、お子さんと一緒に講演していただきます。担任と個人的な相談があるときはお声掛けください。行事は園生活に変化や潤いを与え、成長のきっかけにもなります。幼稚園では
園児が楽しく行事に参加できるように配慮しています。伝統的な行事では、四季折々の行事のいわれを伝えたり、活動したりして、先生や友達と一緒に楽しみます。園では飼育栽培活動を行い、動植物の生きる育つ姿を継続観察することで、自然の営みに感動したり、命を大切にする気持ちや思いやりの心を育てます。また、野菜などの収穫は、旬の食材を知ることができ、食に関する興味や関心も高まります。それぞれの認定こども園によって異なりますが、地域に根ざした認定こども園を目指して、保育所の子どもや小学生、中学生と定期的に交流したり、地域の運動会や敬老会、文化展などに参加したり、高齢者施設と交流したりしています。地域の方々と交流を持つことで、喜びや楽しさを味わうことができ、人と関わる力を育てることができます。保育料は令和元年10月より無償となっています。給食費は1号認定の方は1食163円です。2号認定の方は主食費は月額1000円。副食費のおかず・おやつについては月額4500円です。その他の費用として、教材費、園外保育の費用、写真代、PTA 会費などを実費徴収します。写真は希望される方にウェブによる申し込みをしていただきます。入園前に制服や園内着、制帽やカバンなどの費用が必要です。保育部分では、異年齢の友達や先生と一緒に過ごします。お昼寝は基本、教育時間終了後から1時間程度です。園にある簡易ベッドを利用しますので、ベッド用のシーツと上掛けが必要となります。お昼寝をした後、みんなでおやつを食べます。おやつが終わると、お家の方がお迎えに来られるまで、友達や先生と過ごします。次に預かり保育について説明いたします。1号認定の子どものみ利用できます。ご利用いただける時間は画面の通りです。春休み、夏休み、冬休みの長期休業や創立記念日等は半日もしくは1日単位でのご利用となります。事前に申請をいただき、ご利用当日に料金をお支払いいただきますが、保育の必要性がある方は、預かり保育利用料が不要になる場合があります。詳しくは、入園が決定しましたらお知らせします。持ち物については、おやつを持参いただきます。利用時間によって、お弁当が必要になる場合もあります。預かり保育定期利用に関しましては、ご利用いただける時間は午前8時から午後6時までです。各歳児5名ずつの定員が定められ、保育の必要性の認定が必要なため、預かり保育定期利用の申し込みが必要となります。定期利用の場合、預かり保育開設日は、すべて給食とおやつの提供があり、実費が必要となります。給食費163円、おやつ代112円です。次に、延長保育についてお話しします。2号認定の方は、認定された保育時間の前後に延長保育を利用できます。利用時間は、保育標準認定の場合は、午前7時から午前7時半までと、午後6時半から午後7時までの利用となります。保育短時間認定の場合は、
午前7時から午前8時半までと、午後4時半から午後7時までの利用となります。認定こども園においては、子育て相談を基本とした事業を毎週実施しております。詳細につきましては、毎月園の掲示板にポスター掲示しておりますので、ご確認の上お越しください。また、市のリーフレット、当園のホームページ等でもお知らせしております。最後に、これから入園までの流れについてお知らせをいたします。まず、1号認定の方は、9月1日から10月7日まで、各認定こども園及び茨城市役所保育幼稚園事業課で入園申し込み書を交付します。市のホームページからもダウンロードをしていただけます。入園申し込み書は、土曜日、日曜日を除く10月1日から10月7日の5日間の間に入園をご希望される認定こども園にお越しいただくか、茨城市役所保育幼稚園事業課宛ての郵送にて手続きをお願いします。郵送での申し込みについては、募集要項で詳細をご確認ください。次に2号認定の方についてですが、申し込み書は各認定こども園及び茨城市役所保育幼稚園事業課で10月初旬ごろ配布予定です。申し込み書は市のホームページからもダウンロードしていただけます。申し込み受付期間は10月下旬から11月中旬の予定をしておりますが、詳細は申し込み案内でご確認ください。入園予定者決定と願書交付は、1号認定の方は10月14日を予定しております。2号認定の方は1月末頃の予定です。1号認定で預かり保育定期利用を希望される方は、12月頃に申し込みを受け付け、2月下旬頃に決定となります。なお、申し込みが定員を超えた場合は、抽選により決定となります。2月の初旬に、保育幼稚園事業課より入園許可書と、健康診断及び用品申し込み日の案内が届きます。健康診断等は2月中旬以降に実施します。必ずお子さんとご一緒に園にお越しください。健康診断日等の日程は、1月中旬には決定する予定ですので、案内が届く前に園に確認のお電話をしていただいても構いません。健康診断日に1日入園及び用品販売の案内についてお知らせします。実施は2月後半から3月です。用品販売日に園生活説明会も実施する予定です。令和3年度の入園式は4月12日の予定です。保護者同伴でご参加ください。初めて迎える集団生活ができるだけスムーズにスタートできるように、入園までに取り組んでいただきたいことをお知らせします。決して焦らずに、お子さんのペースに合わせて身につけてください。ご心配なことがあれば、健康診断の時などにお声掛けいただき、できるようになったことや、できないことをお知らせください。今日ご紹介した内容は、園生活のすべてではありません。また変更することがあるかもしれません。ご不明な点がありましたら、各認定こども園にお問い合わせください。